人生経験すごすぎ、楽しみながら学べるオタコンチャンネル。はい、大吉です。今回は前回に続きテキストビハインドオブジェクトの動画編、前回同様オブジェクトの後ろにテキストが回り込んだトリックショットとなります。使うシーンは限られますが、スパイス的に使うことでおと引きつけられる可能性を秘めています。無料と有料の両パターンを試しているので、最後まで見てもらえれば嬉しいです。このチャンネルではフィモーラを使って動画編集を基礎から覚えたい、さらなるステップアップをしたい方向けの情報を更新していますので、興味があれば1、2、3と。では早速、
疲れ様でした。無料ではクオリティを出すのはなかなか難しいですが、ここぞという時は課金もありかなと思いました。次回はコメントの中から抜粋して動画編集のお悩み相談パート2を予定しています。いつもたくさんのコメント高評価本当にありがとうございます。ではまた次回。大吉でした。